芥川龍之介こちらは、i ブリボックスです。i ブ r ボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。urllibrivox.org。1。ある春の日暮れです。唐の都落葉の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました。若者は、名をとっしゅと言って、 元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい、哀れな身分になっているのです。何しろその頃、落葉といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人の被った飛車の帽子や、トルコの女の金の耳輪や、 白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子はまるで絵のような美しさです。しかし突進は相変わらず門の壁に身を持たせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中にまるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし腹は減るしその上 もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がマシかもしれない。突春は一人さっきから、こんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。すると、どこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた、片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて、大きな影を門へ落とすと、じっと突春の顔を見ながら、 お前は何を考えているのだ、と、方平に声をかけました。私ですか私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、とっしんはさすがに目を伏せて、思わず正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来にさしている夕日の光を指さしながら、 では、俺が、いいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中に立って、お前の貝が地に移ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですかとしゅんは驚いて、伏せていた目をあげました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もう辺りにはそれらしい貝も形も見当たりません。その代わり、 空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが二、三匹ひらひら舞っていました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオグのために録音されました。2. 都市運は一日のうちに、洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。 あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった突っは、すぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。乱漁の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、火によたび色の変わる牡丹を庭に植えさせるやら、白くじを 何話も話しいにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象下の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていてはいつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して半年ばかり経つうちには、 洛陽の都に名を知られた妻子や美人が多い中で、と春のうちの家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。と春はこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかえつまんだだけをお話ししても、と春は金の杯に西洋から来た武道酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に見とれていると、その周りには、 二十人の女たちが、十人は翡翠のハスの花を、十人は名能のボタンの花を、いずれも紙に飾りながら、笛や琴を不思議面白く奏しているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでもお金には再現がありますから、さすがに贅沢家の年春も、一年二年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は白状なもので、昨日までは毎日来た友達も、 今日は、門の前を通ってさえ、挨拶一つして行きません。まして、とうとう三年目の春、また、年中が以前の通り、一門なしになってみると、広い落葉の都の中にも、彼に宿を貸そうといううちは、一件もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では湾に一杯の水も、恵んでくれるものはないのです。そこで彼は、ある日の夕方、もう一度あの落葉の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら、 途方に暮れて立っていました。すると、やはり昔のように、片目すがめの老人が、どこからか姿を現して、お前は何を考えているのだ、と声をかけるではありませんか。突進は老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人は、その日も親切そうに、同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、 どうしたものかと考えているのです、と恐る恐る返事をしました。そうか、それはかわいそうだな。では、俺がいいことを一つ教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の鍵が地に移ったら、その胸にあたるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと、車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人は、こう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へ、かきすように隠れてしまいました。 とっしゅんは、その翌日から、たちまち、天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に、相変わらず、し放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っているシロクジク、それから刀を飲んでみせる、天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから、車にいっぱいあった、あのおびただしい黄金も、また三年ばかり経つうちには、すっかりなくなってしまいました。 ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。ブリボックスドッオ r ムのために録音されました。三。お前は何を考えているのだ片目すがめの老人は三度と進しゅんの前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も洛陽の西の門の下に細々と霞を破っている 三日月の光を眺めながら、ぼんやり佇たずんでいたのです。私ですか私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか。それはかわいそうだな。では、俺が良いことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の貝が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。老人がここまで言いかけると、と進んは急に手を挙げて、 その言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらないははあ。では、贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。老人はいぶかしそうな目つきをしながら、じっと突っの顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。とっは不平そうな顔をしながら、つけんどんにこう言いました。それは面白いな。 どうしてまた人間に愛想がつきたのだ。人間は皆白状です。私が大金持ちになった時には、世辞も追唱もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが、何にもならないような気がするのです。老人は突進の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか。いや、お前は若い者に似合わず。 関心にもの,のわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。とっはちょいとためらいました。がすぐに思い切った目をあげると、訴えるように老人の顔を見ながら。それも今の私にはできません。ですから私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ隠してはいけません。あなたは道徳の高い先人でしょう。先人でなければ 一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って、何事か考えているようでしたが、やがてまた、にっこり笑いながら、いかにも俺は、ガビサーに住んでいる、鉄管師という先人だ。はじめ、お前の顔を見たとき、どっか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、 それほど仙人になりたければ、俺の弟子に取り立ててやろう、と、快く願いを入れてくれました。とっしゅんは、喜んだの、喜ばないの、ではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて、何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、そう、お礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが、立派な仙人になれるか、なれないかは、お前次第で決まることだからな。 が、ともかくも、まず、俺と一緒に、ガビさんの奥へ来てみるがいい。おお、幸い、ここに竹杖が一本落ちている。では、早速、これへ乗って、ひととびに空を渡るとしよう。鉄管師は、そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の内に呪文を唱えながら、としゅんと一緒に、その竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると、不思議ではありませんか。竹杖は、たちまち竜のように、勢いよく大空へ舞い上がって、 晴れ渡った春の夕空を、ガビ山の方角へ飛んで行きました。とっしゅんは、肝をつぶしながら、恐る恐る下を見下ろしました。が、下には、ただ青い山々が、夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門は、とうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに、鉄管師は、白い瓶の毛を風に吹かせて、高らかに歌を歌い出しました。 明日に北海に遊び、暮れには相互。修理のせいだ、短期そなり。三度、学用に入れでも、人知らず。老銀して引かす、童貞子。章終わり。この録音はパブリックドメインです。librivox.org リリのために録音されました。四。 二人を乗せた青岳は、まもなくガビ山へ舞い下がりました。そこは深い谷に臨んだ、幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が、茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人石の耐えた山ですから、辺りはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている、曲がりくねった一株の松が、 高校と夜風になる音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は、都心を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天井へ行って、西洋墓にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って、俺の帰るのを待っているがいい。多分、俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。 もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか、天地は避けても黙っているのだぞ、と言いました。大丈夫です。決して声なぞは出しません。命はなくなっても黙っています。そうか、それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。老人は年々に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ、 一文字に消えてしまいまいしたゅ春はたった一人岩の上に座ったまま静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかり経って、新山のやきが肌寒く薄い着物に通り出した頃突然空中に声があってそこにいるのは何者だと叱りつけるではありませんか。しかしと春は千人の教えどおり何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくすると やはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ、と、いかめしく脅しつけるのです。とっは、もちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、乱々と目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に登り上がって、とっの姿を睨みながら、一声高くたけりました。のみならず、それと同時に、頭の上の松の枝が、激しくざわざわ揺れたと思うと、 後ろの絶壁の頂からは、人だるほどの白蛇が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。突進はしかし平然と、眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って、互いに好きでも伺うのか、しばらくは睨み合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく、一時に突進に飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるのか、 とっしんの命は瞬くうちに亡くなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく夜風とともに消え失せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通り高校と枝を鳴らしているばかりなのです。とっしんはほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、墨のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや稲や、薄紫の稲妻が やにわに闇を二つに咲いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。とっしんはこの天辺の中に恐れ気もなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光、しばらくはさすがのガビさんも覆えるかと思うくらいでしたが、そのうちに耳をもうつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、 空に渦巻いた黒雲の中から、真っ赤な一本の火柱が、トっしゅの頭へ落ちかかりました。トっしゅは思わず耳を押さえて、一枚岩の上へひれ伏しました。が、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも、茶碗ほどの北斗の星が、やはりキラキラ輝いています。してみれば、今の大嵐も、あの虎や白斗と同じように、鉄管子の留守をつけ込んだ、 魔性のいいたずらに違とりしゅんトシンはようやく安心して額の冷や汗を拭いながらまた岩の上に座り直しましたがそのため息がまだ消えないうちに今度は彼の座っている前へ金の鎧を吹き下した身の丈三畳もあろうという厳かな心象が現れました心象は手に三つの矛を持っていましたがいきなりその矛の切先をとっしゅんの胸元へ向けながら 目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は、天地改闢の昔から、俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからず、たった一人、ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら、一刻も早く返答しろ、というのです。しかし、突春は、老人の言葉通り、黙念と口をつぐんでいました。返事をしないか、しないな。 よし、しなければしないで勝手にしろ。その代わり、俺の眷族たちがその方をずたずたに切ってしまうぞ。新生は、矛を高く上げて、向こうの山の空を招きました。その途端に、闇がさっと裂けると、驚いたことには、無数の新兵が、雲のごとく空に満ち満ちして、それが皆、槍や刀をきらめかせながら、今にもここへ、人なだれに攻め寄せようとしているのです。この景色を見たとっしゅんは、 思わず、あっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。心象は、彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この五条物め、どうしても返事をしなければ、約束通り命は取ってやるぞ。心象は、こうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、一月にとっしゅんを突き殺しました。そうしてガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、 どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう無数の新兵も吹き渡る夜風の音と一緒に夢のように消え失せた跡だったのです。北斗の星はまた寒そうに一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず高々と枝を鳴らしています。が突瞬はとうに息が絶えて仰向けにそこへ倒れていました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボックスドットオグのために録音されました。5。トッシュの体は岩の上へ仰向けに倒れていましたが、トッシュの魂は静かに体から抜け出して地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には暗血道という道があって、そこは年中暗い空に氷のような冷たい風がピューピュー吹き荒んでいるのです。トッシュはその風に吹かれながらしばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、 やがて、新ンデ殿ンという額の掛か,かった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、と春しゅんの姿を見るや否や、すぐにその周りを取り巻いて、木座橋の前へ引き据えました。木座橋の上には一人の王様が、真っ黒な着物に金の冠をかぶって、いかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた、閻魔大王に違いありません。と春しゅんは、どうなることかと思いながら、 恐る恐るそこへひざまずいていました。こら、その方は何のためにガビさんの上へ座っていた。エマ大王の声は雷のように木端橋の上から響きました。とっしゅんは早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口をきくなという鉄管師の戒めの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま、押しのように黙っていました。するとエマ大王は、持っていた鉄の尺をあげて、顔中のひげを逆立てながら、 その方は、ここをどこだと思う速やかに返答をすればよし、さもなければ時を移さず、地獄の呵責に合わせてくれるぞ、と、言い武高に罵りました。が、突春は、相変わらず、唇一つ動かしません。それを見た閻魔大王は、すぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは、一度にかしこまって、たちまち突春を引き立てながら、新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には、 誰でも知っている通り、剣の山や、地の池の他にも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が、真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ、かあるがある突進を放り込みました。ですから、突進は無残にも、剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の絹につかれるやら、油の鍋に煮られるやら、 独だに飲み草を吸われるやら、熊高に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでもとっしゅんは、我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口を聞きませんでした。これには、さすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度、夜のような空を飛んで、新羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通りとっしゅんを、木棚橋の下に引き据えながら、五天の上の閻魔大王に、 この罪人はどうしても物を言う景色がございません、と口を揃えて言状しました。閻魔大王は眉を潜めてしばらく視野に暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は畜生堂に落ちているはずだから、早速ここへ引き立ててこい、と一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように二匹の着物を駆り立てながら、 さっと新羅殿の前へ降りてきました。その獣を見たとしゅんは、驚いたの、驚かないのではありません。なぜかといえば、それは二匹とも、形はみそばらしい野生馬でしたが、顔は夢にも忘れない、死んだ父母の通りでしたから。こら、その方は何のためにガビさんの上に座っていたか、まっすぐに白状しなければ、今度はその方の父母に痛い思いをさせてやるぞ。としゅんはこう脅されても、やはり返答をしずにいました。 この不幸者目が、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。閻魔大王は新螺殿も崩れるほど、すさまじい声でわめきました。うて、鬼ども、その二匹の畜生を、肉も骨も打ち砕いてしまえ。鬼どもは一斉に、はっと答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を、未練未釈なく打ちのめしました。鞭は、りゅうりゅうと風を切って、 ところを嫌わず、雨のように、馬のの皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は、苦しそうに身をもだいて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほど稲なき立てました。どうだ、まだその方は白状しないか。閻魔大王は鬼どもにしばらく無知の手をやめさせて、もう一度突んの答えを促しました。もうその時には二匹の馬も、肉は裂け、骨は砕けて、息も大惰に、傷端の前へ、 倒れ伏していたのです。とっは必死になってて艦師の言葉を思い出しながら、固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳には、ほとんど恋とは言えないくらいかすかな声が伝わってきました。心配をおしでない。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。 とっしゅんは思わず目を開きました。そうして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも息子の心を思い合って鬼どもの無に打たれたことを恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお政治を言い。貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると何というありがたい志でしょう。何という気なげな決心でしょう。 トッシュンは老人のいさめもを忘れて、転ぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、お母さんと一声を叫びました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。ブリボックスドットオブのために録音されました。6その声に気がついてみると、トッシュンは、 やはり夕日を浴びて、落葉の西の門の下に、ぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビさんへ行かない前と同じことです。どうだな、俺の弟子になったところがとても千人にはなれはすまい。片目すがめの老人は微笑を含みながら言いました。なれません、なれませんが、しかし私は、なれなかったことも、かえって嬉しい気がするのです。 としんは、まだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら仙人になれたところが、私はあの地獄の神羅殿の前に、無知を受けている父母を見ては、黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたら、と鉄漢子は、急におごすかな顔になって、じっととしんを見つめました。もしお前が黙っていたら、俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。 お前はもう先人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることはもとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち何になったらいいと思うな。何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです。とっしゅんの声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。鉄管師はこういううちに もう歩き出していましたが、急にまた足を止めて、とっの方を振り返ると、おお、幸い、今思い出したが、俺は大山の南の麓に一軒のうちを持っている。そのうちを畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうどうちの周りに桃の花が一面に咲いているだろう、とさも愉快そうに付け加えました。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 年春芥川龍之介終わり」。